見事自身3連勝となりましたゼッケンナンバー1番ティーミカの安達芳直選手、おめでとうございます。2番手表彰台にはゼッケン17番近藤レーシング金子忍選手、おめでとうございます。今シーズンの初表彰台獲得です。そして見事ファイナルラップ表彰台をもぎ取りましたゼッケン3番 TACC 樋口レーシングチーム澤部浅尾選手、おめでとうございます。それでは見事優勝を飾りました足立選手に松戸大会会長より青少のトロフィーが贈られます。そして2番手金子選手、3番手澤部選手とトロフィーが贈られまして、優勝を飾りました足立選手には優勝賞金1万円とトリプル K アワードが贈られます。さあ、それでは KT マスターズ決勝ヒート1上位3選手でのフォトセッションです。よろしいでしょうか。それでは改めて上位3選手に盛大な拍手をお送りください。決勝ヒート1見事上位入賞おめでとうございました。